も皆さんこんにちは、クラクラチャンネルのケースケです。お願いします。いやー、ということでね、今日はねクラクラ実況やっていくんですけども、今回はね皆さん見てください、特別ゲスト来ております。自己紹介お願いします。こんにちは、マヌユリアです。はい、お願いします。マノユリアちゃんがね来てるんですけども、マノユリアちゃんあれなんですよね、元セクシー女優なんでしたっけ。はい、そうです。で、そして YouTube もやってるんですよね。そうですね、今は YouTube を、はい、やっていて、登録者って何人ぐらいですか。今ちょうど21万人。すげえ、すごい。俺と比べたらもう雲泥の差じゃないですか。泥ですよ、俺なんか。泥 YouTuber っすよ。なんでよ。すごい。で、まあね、マノさんもね、動画投稿してるんで、皆さんぜひともチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。はい、そしてね、今日はね、何をやるかと言いますと、まあね、自分クラッシュオブクランっていうゲームの実況やってるんですよ、はい、あとクラッシュロワイヤルっていう実況もたまにやるんですけど、マノさん知ってます、クラクラクラロは。聞いたことはあります。あ、聞いたことある、はい、ただやったことはない。ないし、見たこともそんなない。ないです。あ、ない、はい、ゲームってするんですか。ほぼしないって言った方が正しいぐらいの。何だったらやったことあるんですか。あの、ちょっと携帯のアプリで、うんうん、本当にポケモン GO とか、はいはい、ちょっとミーハーだから一回手は出してみるけど、やっぱり向いてないみたいな感じでやめるっていうパターンが多いです。なるほどね、ちょっと触ってやめるぐらいな。その流行りに、はいはい、ちょっと話についていきたいから動物もにやってみたり、うん、ポケモン GO やってみたりはするけど、もう1週間後にはやってないみたいな。なるほどね、そういうタイプなんですね。そういうタイプです。まあ自分でさっき言ったクラクラの、ガチプレイヤーなんですよ。で、まあね、今回ね攻めるんですけれども、ただ単純に攻めてもらうだけじゃあれだなと思ったんで、うん、今回はやっぱりマノさんって元セクシー女優じゃないですか。なんでやっぱり男の人を誘惑したり挑発したりするのめちゃくちゃうまいんじゃないかなって思うんですよ。はいはい、いやー、大丈夫かなー。そこ悩むの。せっかくやるんだったら、うん、もう本当に邪魔したいじゃないですか。うん、あ、なんか本気の邪魔したいじゃないですか。悪魔が出てきた、怖い。悪魔が今、いや、プロなんで一応もともとね、うん、だから本気の邪魔したいんですよ、妨害を。あ、なるほど。今から自分が、クラッシュオブクラン3回攻めていきます。はい。なので、マノさんは、その攻めてる自分をひたすらこう、お色気とか挑発して、果たして自分は耐えられるのかどうかっていう企画をやりたいなと思います。はい、もう、ね、頑張ろう。自信はどうですか。ちょっと1回目で様子見て、はい、それちょっと本気出そうかな、そっからって思うんですけど、はい、硬そうだからな。あ、いやいやいや、ゲームに真面目になりすぎて、はい、こっちになんかこう意識がなさそう、そのやってる最中。ああ、もう集中して、うん、もう何これを、うん、あーってやるぐらいの妨害をしたいんですよ。もうこれいらないみたいな。それもう YouTube 的にあれなしです。なしなんですけど、もうそんぐらいの。はい、それではね、早速1戦目攻めていきたいなと思います。はい、マノさん準備の方は大丈夫ですか。任せてください。もう余裕ですか。まあ、1回はねちょっとね、うん、見たいのもあるからちょっと様子見程度に。どういうゲームなのかっていうのは、ちょっとこれ気になるんで、うん、そうですよね、うん、とりあえず 50% 取ったら星1もらえて、うん、でこの真ん中の小屋みたいなやつ、うん、これを壊すと星2もらえて、で全開すると星、3個もらえるんですよ、うんうん、で相手とどっちがねこう星何個取れるかっていう勝負なんです。なるほど。そういうゲームになってます。向こうは妨害してくるんですか。向こうは妨害はしてこないですね。この配置、まあ、あらかじめ人が作った配置に対して、攻めるっていう感じですね。なのでこういうふうに確認とかを行っていきつつ、ここね、このボンバーっていうやつがね、壁をね、開けていくんですよ。これはもう始まってるんですか。これはもう始まってます。あ、そうなんだ。はい、いや、すごいすごい、ちょっと、真野さんが隣にいるだけでもう僕、ドキドキしてますけどね。もう、何もされてないのにすごいドキドキされて、ちょっと、だって、こんな綺麗な女性が隣にいて、こう、プレイしてるところ見られたら、ちょっと、でもめっちゃうまいね。はい、そう、あ、そう、ありがとうございます。めっちゃうまい。やっぱすごい。はい、本当ですか。すごい、本当に。本当ですか。私本当になんかできないから、うん、ゲームが。そう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 、できる人がすごい、かっこよく見える。あ、そうなんですか。うん、マジか。じゃあ、うん、本当にあの海外とか、あのゲームがね、もうスポーツとして、うん、e スポーツって言うんですけど、うんうんうん、もう認知されていて、もうめちゃくちゃモテるらしいんですよ。もうそうなんだ。そういう時代来ちゃいましたね。あ、じゃあ、すごい、あれ、待って、本当、あれ、待って、逆に、マノさんが隣にいるから、ドキドキしちゃって、逆にテンション上げって、褒められたから、全開取れちゃった。これ、褒めちゃダメだね。褒めちゃダメなんすかね、これ。褒めちゃダメだわ。
こう S っ気を出して攻めるっていうのがいいんじゃないですか、うんうんうん、じゃあちょっと2戦目いってみましょう。これね、はい、自分が3連勝したら僕の勝ちですから。じゃああと2連勝しないと、うん、もう負けができないんですね。私負けられないですね。そうですね、負けられないですよ、萬田さん。さあ相手攻めてるんでね、ちょっとね見ていきますが、さあただあ、ちょっと待って、ん、あのすいません、自分前回取ったんだけど相手に前回取られて引き分けました引き分けの場合は引き分けの場合は農家にしましょう。あ、そうなんですね。農家で、あと3回もう1回。あ、なるほどね。そうしましょう、そうしましょう、そうしましょう。いや、マジか。え、これもかなりレアなケースです。へー、これかなりレア。前回取れるのもすごいけど、相手にも前回取られて引き分けってすごいな。へー、うわ、すごい。私、奇跡起きるんじゃないですか、一緒にいると。ミラクルガールですねこんなことってあるんだ。マジか、すげえ。じゃあね、続いて2戦目いってみましょう。はい、じゃあ続いてね、はい、いきますんで、さあ萬田さん見ていてください。さあ萬田さん、始まってるの、これも始まってますね。うん、どう、かっこいいでしょ、すごくない俺、え、あんまり、なんで、なんで、せっかくなんかさっきはすごいかっこいいなと思ったんだけど、うん、はいはいはい、よくよく考えたら、え、詰めちゃった、全然構ってくんないじゃん。え、詰めちゃった、え、大丈夫、萬田さん構いますよ全然。せっかくゲストに来ていただいてるんで、もう全然構ってほしいんだけど、構いますよ、はい、うん、はい、こっちの方がやっぱりあのそういう企画なんで。そうだよね、そうですよね、そうだよね、そういう企画で放棄しちゃってもあれなんで。そう、でも構ってほしいんだよね、はい、ちょっと構え、マジマジ構ってほしいんだよね、あ、すごい、楽しいな、これ待ってね、はい、楽しい、いや、待って、楽しくない、私全然楽しくない、楽しくないですか、楽しくない、マジですか、全然、何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 、これ一回置く、置くの、一回置いてみる、置いたら企画をしたとして一回置いてみる、企画も破綻するの、これ、え、はい、置きます、はい、あ、置こう、置こう、置こう、このままこのままで、はい、ちょっとさ、はい、なんかこの辺とか食べる？いや、いや、なん、急な。で、どうなったの？はい、あ、2連勝しましたね。これは、あ、2連勝じゃない、さっきの引き分けは農家なんで、うん、勝ったってこと？はい、勝ちました。絶対勝つじゃん。ほぼいじってない、いじらせない作戦で勝つってやばくない？うん、やばいですね。ただ単純にもう置いて、置けましたもん、途中からだよね。うん、そっから伸びて勝ちましたから。で、これがガチプレイヤーですよ、萬田さん。これ仕込んでんじゃないの？チート的な、うん、いやいや、実際肉眼で見てやんないでしょチートなんか不正行為。2勝目をかけていきます、うん、2連勝目をかけていきますんで、僕がこういっぱいね動いてると楽しいでしょ。うん、え、待って、急な、急な、この距離もう、いやいや、待って待って、待って、ドキドキしちゃう、はい、ドキドキしてんの？え、こんな可愛い女の子が近くにいるってなった、それもドキドキしない男子いないでしょ。え、ちょっと待って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 、え、待って待って、え、これどうやってやってんの？え、これですか、指をタップすると、そう、そうなんですよ、やってんの？あ、そう、指とタップしてタッチしてって、で、こうやっていくと、手つきがエロいね。え、手つき、いや、エロくな い, い, い、ね、この手つきはエロくないと思いますこの手つきはさすがにエロくないでしょ。手つきがエロいね。いや、エロくない、エロくない、普通に女の人の体もこうやってやってんの？こんな風にやる男いないでしょそもそも、いや、このさ、そんないる？ズンズンみたいな、ズンズンみたいな感じで、ズンみたいな、はい、ズンズンってされてんでしょねえねえ、ちょっとはい、じゃあね、構いますよ、萬田さん。さあどうなった？あ、2連勝しました。もうなんかだから萬田さんのパワーですよ。もう勝負に勝ちに来てんのにパワー上げちゃって勝っちゃうじゃん。はい、これ一回私が本当に何もしなかったら負けるかも逆に企画無視みたいな。企画無視、じゃあ企画、これは脳幹で一回、うん、萬田さん何もしなかったら俺負けるのかどうかやりましょう。一回やろ、本当に見たい、はい、マジで普通にいきますよ。うん、これで負けたらもうやばくない？これで負けたらやばくない？じゃあ僕も実況者だけど、そんな実況せずにガチ攻め、うん、ほんとガチでやっていくとどうなのかっていうのをちょっとやっていきましょう。え、マジで？いや、でもさすがにね、これはいけるでしょ。これってでもさ、うん、攻めたら、はい、いいんでしょ、こう、うん、攻撃すればいいってことでしょ。そうです。でもこう出るだ、あの決まってるのか、兵隊さんの数みたいな。そうですね、
あのキャンプごとね、やっぱユニット数ですね、決まってますね。なんで全部出し切っちゃうと、こう、もう何も操作ができないという状況になっちゃいますね。で、あとはそうだな、待って、あ、やばいな。いや、でもパーセンテージ今伸びてる。で、そしてここら辺が限度かな。で、使い切ったパターン、はい、使い切っちゃったパターンで、あとはもう眺めてるだけですね。で、出したユニットはもう自動的に勝手に攻めてくれるんですよ。で、これで相手と、パーセンテージを競うみたいな、そういうルールですね。なるほどね。で、これ勝てちゃったな。普通に勝ちましたね。あ、うん、なるほど。でも私が横にいるからみたいな。あ、なるほど。横にいるだけでこう招き猫じゃないけど幸運を呼ぶみたいな。そう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 。あ、その説はあるな。さあ、ではラストいきましょう、はい、これで僕が勝った僕の完全勝利です。真野さんごめんなさい。いや、どうしようかな。ちょっとね、本当に商売上がった一気から営業妨害になってしまいますかね。うん、なんか私の、はいはい、この魅力に、うん、やっぱり気づいてもらえない。つれちゃった。やっぱりちょっと、うん、何何、うん、泣いちゃったらどうする。泣いたらそりゃもうもう動画どころじゃないですよ、企画どころじゃないですよ。欲しいなと思って、ね、はい、ですよね、思いますよね。うん、ユニット出さなくていいんじゃない。はい、うん、分かった、もうこれだけ。これがいいんでしょうね。あ、ダメダメ、いや、ね、これでいいんでしょ。まさかだったね。あ、最高でした。